ロジェ・デル・モット、ロジャー・デル・モテ、1925年9月20日台は、フランス生まれのトランペット奏者。フランスのルーベ出身。地元の音楽院で、モーリス・ルクレルクにトランペットを指示。1944年の卒業時には名誉賞を贈られ、同年からパリ音楽院に移って、ウジェーヌ・ホボーに指示し、1946年にプルミエプリを得て卒業。 1950年のジュネーブ国際音楽コンクールのトランペット部門で優勝。その年から1985年までパリオペラ座管弦楽団の首席トランペット奏者を務める。一方で1951年からベルサイ音楽院で教鞭を取ったロジャー・デルモテ。2020年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年8月25日閲覧。The Improve Fianneries Ducontour International D. Execution m u j i a e 1950ノートリヒストワー CH 2020年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月25日閲覧。アーカイブ2020年8月25日ウェイバックマシン。ありがとうございます。